サンドラ・ペルコビッチは円盤投げを専門とするクロアチアの女性陸上競技選手。ヨーロッパ陸上競技選手権大会を4度、オリンピックを2度、世界陸上競技選手権大会を1度、優勝している。2015年のクロアチア議会選挙で当選し、国会議員も務めている。ジュニア時代から活躍し、2009年のヨーロッパジュニア、 陸上競技選手権大会では、クロアチア新記録を叩き出して、金メダルを獲得した。1ヶ月後の世界選手権では、円盤投げで決勝に進出し、決勝に残った最年少選手となった。シニア時代の初年となる2010年には、ヨーロッパ選手権で金メダルを獲得し、史上最年少の円盤投げ女王となった。ドーピング検査で、 禁止薬物の覚醒剤陽性反応により6ヶ月の大会参加資格停止処分を受け2011年シーズンは世界選手権を含めほとんどの大会に出場することができなかった2012年にはさらに強くなって試合に復帰しヨーロッパ選手権のタイトル防衛に成功したコーチは砲丸投げ選手のエディス・エルカセビッチペルコビッチの自己ベストは クロアチア記録である 71m08 であり、2014年8月のヨーロッパ選手権でマークしたものである。ペルコビッチが陸上競技を始めたのは小学校2年生の時であり、当時はバスケットボールやバレーボールもしていた。小学校6年生の時に陸上競技に専念することにし、砲丸投げと円盤投げに特化した。2001年、 ダイナモザリンジェバーツ陸上クラブに加入。2004年から元オリンピック砲丸投げ選手のイバン・イバンチッチの指導を受けることになり、円盤投げの才能を高めていった。イバンチッチの指導を受けた1年のうちに、イバンチッチの予想通り32メートルから50メートルに自己ベストを伸ばした。ペルコビッチの最初の成功は2006年に訪れた。ペルコビッチにとって、 初めての主要大会である世界ジュニア選手権では決勝進出を逃すもその後の国際大会ではメダルの常連となり2007年の世界ユース選手権とヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会では銀メダルを2008年の世界ジュニア選手権では銅メダルを獲得した2008年シーズンの最高記録は55メートル89で 世界ジュニアランク5位に入った。2009年初頭は医師の誤診のために中水炎でひどく苦しむことになる。ペルコビッチの注水は3日後に破裂し、命に関わる排血症を引き起こして2回の緊急手術と長期の回復期間を要した。この影響で体重は1 5ラムも落ち、2009年シーズン中の練習に完全復帰することは、 ほぼ不可能だろうと考えられた。しかしながら、ペルコビッチは3ヶ月の療養を経て、練習に復帰、同年7月の伸びさ渡で開かれた、ヨーロッパジュニア選手権に出場して、金メダルに輝いただけでなく、62メートル44というクロアチア新記録を出し、世界選手権の A 標準を突破した。この記録は、過去20年間で、ヨーロッパジュニア選手権の最高記録である。 また優勝記録は2位の選手を7立方メートル3も上回っており、1位と2位の記録差としては大会史上最大となった。さらに、優勝記録以外の2回の有効試技でマークした記録でも優勝できるほど他の選手を圧倒していた。1ヶ月後の世界選手権はペルコビッチにとって初めてのシニア大会であったが、ここで9位に入賞し、円盤投げで決勝に残った。 最年少選手となった。2009年の終わりには、クロアチア記録を塗り替える62メートル79を出している。2009年シーズンは、ジュニア女子円盤投げの記録の上位11位までを、ペルコビッチのマークした記録が独占するという、驚異の成績を残して、幕を下ろした。2009年シーズンの締めくくりに、国際陸上競技連盟とイギリス陸上競技連盟が、 共同発行するスパイクス氏に2010年に注目すべき10人の申請として紹介され、最も有望な女性アスリートとして、クロアチアオリンピック委員会のドラジェン・ペトロビッチ賞を受賞した。2010年3月6日にスプリトで開かれたクロアチアウィンタースローズ選手権大会でペルコビッチは大幅に自己ベストを更新する66メートル85をマークしたが、 この記録は2010年の世界最高記録となり2009年にリエン・ウォートリーがマークした同年の世界最高記録 66m40 を上回った。同日、ペルコビッチは砲丸投げでも自己ベストを更新する 16m02 をマークした。アルルで開かれたヨーロピアンカップウィンタースローイングでは23歳以下の部で 61m93 を記録して、 金メダルを獲得、同記録はシニアの部では銀メダルに相当するものだった。2010年6月、ペルコビッチはヨーロッパチーム選手権大会の2部リーグに出場し、円盤投げと砲丸投げの2種目を制覇し、2011年の大会でクロアチアチームが1部リーグに昇格する原動力となった。2010年の最高潮、ペルコビッチは予選で苦戦し、 予選突破ラインの 60m00 をマークすることができず、決勝進出12人中10位というギリギリの成績で決勝に進出した。ところが、決勝では1回目の試技から銀メダルを獲得できるだけの記録を力強く投げ、最終6回目の試技で 64m67 の優勝記録をマークした。こうして、ヨーロッパ選手権史上最年少の女子、 円盤投げ発射となった。ブルッセルで開かれたダイヤモンドリーグ最終戦のメモリアルバンダムにおいて、ペルコビッチは、クロアチア新記録の66メートル93を出して、優勝、ヤレリスバリオスに次ぐ年間2位に輝いた。9月1日に開かれたザグレブでのハンジェコビッチ、メモリアルの勝利の直後、ペルコビッチは、 スプリトで開かれた IAF コンチネンタルカップで銀メダルを獲得して2010年シーズンを締めくくった。ヨーロッパ陸上競技連盟はヨーロッパ陸上競技新人王を授与した。2011年2月、ペルコビッチはスプリトで開催されたクロアチアウィンタースロー選手権大会で67メートル96を投げて自身の持つクロアチア記録を更新し16メートル 40で砲丸投げのクロアチア記録も更新した。ほんの数日後、ペルコビッチは背中を負傷し、3月のヨーロピアンカップ、ウィンタースローイングに出場できなかった。復帰戦はダイヤモンドリーグの一戦である5月の上海、ゴールデングランプリであり、優勝を果たした。ドーピングによる出場停止2011年6月、ペルコビッチは、 ダイヤモンドリーグの上海戦とローマ戦の前月に行われた2つのドーピングテストで失格となったと発表された。世界アンチドーピング機関が2010年から禁止している覚醒剤の一種であるメチルヘキサナミンの陽性反応が出たのである。ペルコビッチはノックスポンプというアメリカ産の栄養ドリンクを摂取したのが原因であり、 禁止薬物が入っていたとは知らなかったと弁明した。この時、ペルコビッチは B 検体の分析を求めなかった。クロアチア陸上競技連盟は、ペルコビッチに禁止薬物を摂取する意図はなく、ましてや、禁止薬物と知って使用したわけではないことから、国際陸上競技連盟の自己承認を得て、半年間の大会参加資格停止処分とした。IAAF の規定により、 最初の陽性反応検出以後の記録が抹消され、バラジュギンで2011年6月4日に出した 69m99 も失われた。69m99 は過去12年間での世界最高記録だった。出場停止期間は同年12月7日までであったため、ペルコビッチは2011年シーズンをこの騒動により終了、世界選手権にも出場できなかった。 2012年以降2012年、出場停止処分が解除され、再び高騰を見せ、ヨーロピアンカップ、ウィンタースローイングで23歳以下の部を勝利、上海グランプリで68平方メートル4のクロアチア新記録をマーク、6月のプリフォンテーンクラシックでは、大会記録を更新した。オリンピック参加の A 標準記録62メートル00をゆとりをもって突破したのだった。 ヘルシンキで開かれたヨーロッパ選手権でのペルコビッチの最大のライバルは前年の世界選手権銀メダリストで2012年世界最高記録 68m89 を保持するドイツ代表ナディーネ・ミュラーであった予選を成功率に突破したものの決勝では2回の試技を連続して失敗した重圧の中3回目の試技で 67m62 をマークし ミュラーや他の競技者の記録を超えて2度目の優勝を飾った。ロンドンオリンピックでは、再び、クロアチア記録を塗り替える69メートル11で、金メダルを獲得した。その後、怪我で1ヶ月半の休養を余儀なくされ、復帰後は1日6時間の練習を自らに課した。同年のダイヤモンドリーグは、パリミーティングあればで、 ダニ・サミュエルズに敗れた以外6勝を挙げて種目別女王に輝いた。2013年シーズンは無敗を守ったまま世界選手権に臨み 67m99 で初優勝した。優勝インタビューでペルコビッチはもっと飛ばしたかったけど雨が降ってきて難しかった。とコメントした。同年のダイヤモンドリーグは実施された7戦前線で優勝を飾り、 年間優勝を果たして2年連続ダイヤモンドトロフィーを獲得した。ニューヨークアディダスグランプリで大会新記録6 8ル4 8を受立、ローザンヌアスレティシマは大会新記録で同年のシーズン世界最高記録となる6 8ル8 9をマークしている。ペルコビッチは同年9月4日に 地元ザグレブのハンジェコビッチメモリアルで、ジアルイススモールに敗れるまで、ダイヤモンドリーグや世界選手権などを含めて15、連勝を達成した。リオデジャネイロオリンピックにて2014年8月に、スイスチューリッヒで開かれたヨーロッパ選手権では5回目の、試技で71メートル08をマークし、圧勝、自身の持つクロアチア記録を更新し、 冬季世界最高記録も達成しての同選手権3連覇となった。2015年の世界選手権では銀メダルだった。2016年シーズンは3月に70メートル59をマーク、5月の上海ゴールデングランプリで70メートル88の大会新記録を樹立するなど好調で他の選手を圧倒した。7月8日のヨーロッパ選手権でも2位に4メートルの 差をつけて優勝した。2016年リオデジャネイロオリンピックでは 69m21 でロンドンオリンピックに次ぐ2個目の金メダルを獲得した。ありがとうございます。